おはようございます。釣り子 TV です。気になっていたね、ベイトリールを一つ買ってみましたよ。リミテッドエディションということで、これね、ずっとネットとかで見ていて話題になっていて、すごい気になっていたベイトリールなんで、早速開けていきたいと思います。まずね、パッケージがね、これね、通販で手に入れたんですけど、結構ね、いきなり、ボロボロちょっとね海外のものなんで、まあここら辺はご愛嬌ということで、一部ね破れていたんで養生テープで貼り付けたりして、じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃじゃーん、これね、あの金色のリール、早速出してみたいと思います。パッケージ開けたらね、説明書とかはないですね。こういうビニールにポロッとね入ってるだけで、まあここら辺はまあ2300円なんで、うんといった感じです。はい、出てきました。このまばゆい光ね、あの通販サイトのティムでずーっとあの気になっていたね、全身金メッキボディのこれ一つ買ってみました。価格はね2300円ぐらいで買えましたよ。2300円でこの感じすごくないですかねえ、YouTube とかでいろんな人が取り上げていて、結構飛距離がバカになんないっていうね、動画を見てね、買ってみたんです。GD200 っていうことで、うわ、眩しい。これは、想像以上に金ピカなんですけど、いやー、かっけえなー。まあこういうなんかね、海外の通販サイトで2000円とか3000円前後でね、売っているリールってどんなもんなんだろう、使えるのかなっていうね、ことで、GD200 っていうことでね、マグネットブレーキのリールなんですけども、結構ね、スペックが色々とホームページにも書いてあったんで、これ見てください。感じはね、結構ずっしりと重い感じ、まあ最新のねこの手のリールに比べるとちょっとねずしっとくるんですけども、ただもうね全然気にならないレベル。いやー、これデザインもねかっこいいし、まあ何よりね色がかっこいい。百式化、自分なんかだとあのセイントセイヤ世代なんで、ゴールドセインとか、まあ、最近で言うとあの、ガロ、ね、ガロか、みたいな、そんな感じですけども、早速ね、糸を入れてみたいと思います。はい。早速ね、金色のリールに糸を入れてみました。Pラインのね、これ4号、よくね、ビッグベイトとかで使うですね、そんな糸を入れてみました。そんで、このリールなんとね、この値段で、ドラグクリック音がついてるんでね。じゃあ、竿はね、これよくね、使ってる自分で作った竿なんですけど、こんな感じで。まずはね、クッキーさんのこの指のペンシルね、これブレーキ設定5で、で、カタカタなんない0ポジションでね、じゃあやってみます。ブレーキ5でやったらそれなりに飛んで、そんで全然糸浮き上がんないですね。すごい投げやすい。次はね、ブレーキ設定をね、3にしてみました。3でペンシルベイト。ノーサミングで全く浮き上がんないね。これ、すごいね、マグネットブレーキ結構使いやすい効き方ですよ。これだったら、2000円台でこれだったら、これマジ最高なんだけど、これすげえなぁ。もう一回。
すんごい強力に効いて、全然この飛距離的にはね申し分ない感じで、全然この巻きでなんかコリコリとか変な違和感もないし、なんだろう、すんごい使いやすいんだけど、これ大丈夫？まあ重め、じゃあ一気にブレーキを1にしてね、ブレーキ1にして、1でね、ちょっとバーッと途中で浮いたけどギリギリ制御しました。これじゃあどんな状況でもブレーキ効いてるんじゃないかって感じだけど、まあそれでもね、まあ2から3ぐらいが使いやすいか、 2.5 とかにしてみます。2.5。お、効いてる効いてる、すごいねこれ。で、ちょっとこういうルアーを投げるために買ったよって、糸巻き量的にもね、こういう感じのビッグベイト、ディスタイルのやつね、よくこれシーバスで使ってるんですけど、これでじゃあブレーキ設定 2.5 のまんまで、すげえ十分な飛距離なのと、糸がマグネットブレーキですごい制御されてて全然トラブんない。これは想像以上に使いやすいかもしれないな。今ねビッグベイトを投げてみてるんですけど、ほんとね、なんだろう、糸が浮き上がんないんで、こういうのって冬のバックラッシュの高切れが一番困るんですけど、すごいね的確に制御してくれてるんで。で、海水だとこういうベイトリールとかって1年も使うとね、やっぱりちょっとガビガビになってくるんで、こう2000円前後で買えて1シーズン、まあ 1.5 シーズンぐらい乗り切れたらもう最高に嬉しいかなっていうね。はあ。トラブルない。これは思いのほかいいですよ。はい、改めてね、こういう感じの、まあよくあるサイズのビッグベイトね。今3にブレーキ戻します。糸浮かないこれマジ使えるな。これはね、でドラッグクリック音ついてて、この美しい見た目で、これマジありなんじゃないかな。はい、というわけでね、試し投げもしてみましたけども、これで2300円ぐらいで買えたんですけど、非常にありなリールだと思います。実際のね、実況動画でも今後、これゴリゴリに使っていきますので、またね、インプレッションをお届けできればと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、中国の通販サイトで売っている怪しげな黄金のリール、安く買ってみたら、めちゃくちゃ使い勝手良さそうだったよっていう開封動画でした。はい、また会おうぜ。